剣の位置。手首や肩の力を抜いてリラックマリラックマ。脱力が一番なのであーっと。もうすぐ楽しい運動会。子供たちもブラスバンドで身を勇者は。ヘンデルの作品など弾いておるのだ。楽器のイメージを持ってフレーズ豊かに演奏できる技術に。ダルマソンがコーランだ。最初はグー、じゃんけんぽん。生まれたで卵。3歳、6歳、高校生。納豆。楽しく学ぶことが一番であるな。ドラカオチャンキンチャンキン、ドラカオチャンキンチャンキン、ホッピーオアップップ、チェキの顔。ドラカオチャンキンチャンキン、ドラカオチャンキンチャンキン、ホッピーオアップップ、パンの顔。ドラカオチャンキンチャンキン、チャンキンチャンキン、チャンキンチャンキン、プー。バーグがパーだから、チャンキンの勝ちだにゃ。なと、楽しく学ぶことも大切になっていきます。ピアノって、初見力が本当は大切ですが、みんな違ってみんな良い。子供の個性や能力を認めてあげる。豊かな感受性に、あなたダメよという言葉がけではなく、できるわよ。少し。頑張ればきっとできるようになるわよ。という前向きな言葉をかけてあげること。あなたそれではダメよ。できないわ。と言われたらみんな、シュンとしてしまいますよね。誰でも、この時期、みんな 100% 完璧ではありません。ピアノ演奏の基本から表現力、面白さ。ハッピーセット1つください。名探偵コナンは知っておるのだ。なぜか。先生の楽譜はいつも何だか真っ赤っか落書きだらけであるが犯人は知っておるのだ。名探偵コナンがクン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 誰がやったか推理しようかにゃ。名探偵コナンはしておるのだ。そうなのだ。鉄砲でパパパ、鍵の種、死んでも生きている。バイバーイ。次もこうご期待くださいな。アッカンピーター、インピーター、当たり前だのクラッカー。